信州高遠、伊奈と諏訪を結ぶ街道上に位置し、南に向かえば遠く遠州に至る交通の要所。山に囲まれたこの地を流れる藤沢川と壬生川に挟まれた丘の上に、いつ城が築かれたのかははっきり分かっていません。高遠は諏訪大社の大法理を務める諏訪氏の一族高遠氏が治めていました。甲斐の武田家と信濃の諏訪家は手を結んでいた時期もあったのですが、後争うこととなり、1542年武田晴信は諏訪に攻め込みます。戦いに敗れた諏訪家当主頼重は甲府にて命を落とします。晴信は頼重の娘を自らの側室に迎え、二人の間に生まれたのが四郎勝頼です。勝頼には武田家と諏訪家の血が流れているのです。武田晴信はその後伊奈に攻め込み、この地域を手に入れた後、しばらくして息子勝頼を諏訪家と関係の深い高遠城主にします。勝頼は1562年高遠城に入城し、この地を治めるようになります。勝頼は高遠城で約8年間を過ごします。1567年にはこの城で正室との間に嫡男信雄が誕生します。勝頼の正室は織田信長の養女遠山氏の娘ですが、信雄を産んだ後に亡くなってしまったようです。この後武田家に何事も起こらなければ、勝頼は高遠の諏訪家として伊奈や諏訪地方を治めたのかもしれません。勝頼にとって高遠城での生活は比較的平穏な日々だったのではないでしょうか。高遠城は東から見るのと西から見るのでは城の印象が全く違います。諏訪から杖月峠を越えて東から高遠に向かうと、ループ橋を通ってすぐ城の前に着きます。ここは城の東側にあたります。そのまま城内に入っていくと、戦国の城にありがちな土塁に囲まれた坂道を登るようなこともなく、城の中心本丸までたどり着いてしまいます。東側から入ると高遠城は起伏のない平らな城のような印象を受けます。一方、現在の高遠の町がある西側から近づくと、城まではかなり坂を登ることとなり、高遠城は山の上にある城のように思えます。これは高遠城が台地のへりを利用して築かれているためで、遠江に武田氏が築いた諏訪原城と同じような地形です。高遠城は高低差のある西側から攻めることは難しく、その段差を背にして東に防御線を広げた形になっています。高遠城を訪れた時は一度バスの高遠駅などがある町の方に出て、西側から城を眺めてみると良いと思います。高遠の町から城に上がっていきます。西側のアクセスは車でもきつい坂道となります。高遠の城下町は城の西側に広がっていますが、これは戦いのない江戸時代になって開かれたもので、戦国時代の城下はすべて城のある丘の上にあったようです。きつい坂と階段を10分ぐらいかけて登ります。歩いていてもどんどん高くなるのが分かり、高遠の町並みの向こうに中央アルプスの山々が見えます。坂を登ったところが大手門の跡です。こちらの入り口は江戸時代になって開かれたもので、戦国時代はこちらが裏口でした。平和な時代になり、戦いでこの高さを生かすことがなくなったので、城下町が開かれた西側に大手口を変更したようです。付近には高遠城の大手門が残されています。
現在ある門は当時のものより小さくされていますが、少し前までここにあった高校の門として使われていました。大手門を入った右側にある広い駐車場は、この城を設計した武田家武将山本勘助にちなんだ勘助車の跡です。昔はこの駐車場が空堀で区切られており、堀は埋め立てられ、その後高校のグラウンドとして使われていたようです。高遠は桜の名所で、春にはこの駐車場がいっぱいになるほど人が訪れるようですが、そうでない時期はどこに停めたらよいのかわからないくらいガラガラです。高遠藩最後の藩主内藤頼直が創設した高遠藩の藩校新徳館があります。この場所は三の丸になるので、もともと重臣の屋敷があったようですが、それを改築して新たな時代を担う若者たちをここで育てたのです。右側の戸橋を渡って空堀の向こうに入ると二の丸になります。二の丸への入り口は昔からこの場所であったようです。堀跡に沿って歩きます。高遠城は江戸時代になっても使われていたので、たびたび改修もされたと思いますが、車の配置は昔から大きく変わっていないようです。広く深い空堀がずっと続いています。高遠城の東側には現在も大規模な堀の跡が残っており、戦国時代はこちらに大手口がありました。敵は東の台地から攻め込んでくることが想定されていましたので、こちらは台地を貫く堀によってしっかり城を囲んでいたのです。空堀は敵の攻撃から郭を守るだけでなく、兵の通路としても使われます。高遠城は山の上でも水が出る地形だったようで、堀の中には何箇所も井戸が設けられました。籠城するのに必要な水の確保には困らなかったようです。現在本丸への入り口には大雲橋と問屋門があります。高遠城の紹介で使われる画像はこの場所の風景が多いですね。問屋門は城下にあった門を移築したものです。本丸内には江戸時代に時を知らせた太鼓櫓も移築されています。本丸と二の丸の間の堀です。この場所は本丸、二の丸、南車に囲まれた場所で、もしここに迷い込んだら上から一斉に攻撃され、逃げ場はありません。高遠城は決して大きな城ではないのですが、台地を堀で区切った跡が今でもしっかり残っています。堀の中に降りることもできるので、ぜひ下から見上げて兵士気分を味わってください。江戸時代には本丸に御殿と2層の櫓が上がり、増形小口の櫓門がいくつも建てられ、長い塀にぐるりと囲まれた近世的なお城になっていたようです。勝頼が高遠城に入ってから8年後、武田家に異変が起こります。1570年武田家を継ぐ予定であった長男慶喜が廃嫡されたのです。勝頼は兄慶喜に代わる後継的立場となり、高遠を離れ本拠の躑躅ヶ崎館に呼び戻されます。その後武田家は
両国を接する織田信長や徳川家康と対立することになります。信玄の死後、勝頼は織田徳川と戦いを繰り広げますが、長篠の戦いにおける敗退、遠州高天神城の落城などによって信濃・甲斐は織田徳川軍の侵攻を受けるようになります。1581年、勝頼は異母帝の仁科盛信を高遠城主とし、自らは甲斐を守るため韮崎に武田の新たな本拠地新府城を築き始めます。織田徳川軍が伊那方面から攻め上がってきた時、高遠城が武田領国を守る重要拠点になります。確実に攻撃を受けることになるこの城の守りを託すのは、父信玄の血を受け継いだ弟盛信しかいないと思ったのかもしれません。1582年2月、織田軍による甲州征伐が始まると、稲口の防衛を任せられた武田諸将は逃亡したり、裏切って織田軍を手引きするなど、稲戦線はあっという間に崩壊します。武田軍の将兵は隙を見ては逃げ出すようになってしまいました。そんな中、仁科盛信が守る高遠城は織田軍に必死の抵抗を見せるのです。盛信以下、武田軍がこもる高遠城は信長の嫡男信忠率いる5万の大軍に包囲されます。信忠は盛信に降伏を勧告しますが、盛信は拒否、使いに来た僧侶の耳をそぎ落として追い払います。高遠城は3月2日の朝、織田軍の猛攻にさらされます。盛信以下将兵たちは奮闘しますが、織田軍の猛攻から城を守ることはできませんでした。盛信は腹を十文字に書き切って自刃したと言われています。享年26、将兵は共に討ち死に。武田本国への関門であった高遠城はついに落城します。これにより織田軍は諏訪、そして甲斐になだれ込んでいくのです。高遠城が落城した後、武田勝頼は未完成の新府城に火をつけ東に逃亡します。織田の追っ手が迫り逃げ場所がないことを悟った勝頼は、嫡男信雄や北条夫人と共に自害し、甲斐武田家は滅亡します。高遠城本丸にある新城藤原神社、江戸時代高遠藩主により建てられたものです。仁科五郎盛信の霊を城内に迎え、新城神と称して祭り崇拝したと言われています。織田軍との戦いでは仁科盛信が切腹した後、首級は信忠のもとに届けられましたが、盛信を慕う高遠の領民によって胴体は手厚く葬られました。仁科盛信の魂は今もこの景色を見ているのかもしれません。高遠城は廃藩置県によって取り壊され、その後公園となりました。高遠藩の旧藩士たちが桜の馬場から桜を移植し、今では城址に約1500本の高遠小彼岸桜が小ぶりの花を枝いっぱいにつけます。